同じ西部磐田市北部の県道沿いでは台風15号の影響で数百メートルにわたる土砂崩れが発生しました。道路が開通する見通しが立たず、被害を受けた住宅の片付け作業の妨げになっています。磐田市平松の土砂災害があった現場です。こちらに土砂の跡がまだ残っているんですが、発災当時はこの高さの土砂が道路一帯を埋め尽くしていたということです。フェンスをなぎ倒し押し寄せてきた大木、カーポートを飲み込んだ土砂。記録的な大雨から明日で1週間が経ちますが、爪痕は残されたままです。磐田市北部の平松地区では地域の人や消防団などが土砂の撤去作業を続けています。磐田駅からおよそ10キロほどのところにある地点です。この辺りが最も大きな被害を受けたとみられます。南北にわたって大きく通行止めになっています。県道沿いの2カ所で大規模な土砂崩れが発生し、平松地区はおよそ500メートル、神戸地区はおよそ350メートルにわたり山の土砂が流れ出ました。怪我をした人はいませんでしたが、大雨により52棟の浸水被害も確認されています。朝帰ってくる、こういうのこと過去にありました？過去ありませんね。七夕豪雨よりもひどい。県によりますと道路が開通する見通しは立っていません。頭痛いね。いつになったら片付けが終わるのか、先が見えないまま溜まった土砂の片付けが続きます。